はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ヤスでございます。白血病と病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病が寝てしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、血液に関する病気がですね、その今回のその GoTo トラベルの自粛要請に関係してくるっていうね、そのニュースがねあったんでね、このちょっとねお話しさせていただきます。昨日やったかな、あの東京都とね、その国側がね、その東京発着の GoTo トラベルのね利用中止やね、自粛をね呼びかけてましたけどもね、あの高齢者やね、その基礎疾患がある人に対してキャンペーンの利用中止とかね、自粛を求めることで一致したようです。まあ、でもそのうちね、その大阪もなりそうですけどもね、そのまあ時間の問題でね、これはもう全国的にね広まってきそうですよね。でその具体的にはタイトルの通りなんですけども、その重症リスクの高い65歳以上の、ね、高齢者や糖尿病、心疾患などの、ね、基礎疾患を持つ人に対してでして、まあ、一定の期間ね、その東京発着の GoTo トラベルの利用の中止や自粛を呼びかけています。でこれはね、その感染のリスクをね、まあ、避けるために、まあ、具体的な例をね挙げたようなんですけども、ではなぜこのようなその糖尿病や、ね、心疾患など その基礎疾患がね出てきたんでしょうかというところなんですけどもね、まあ、もちろんその先ほども、ね、言いましたけどもね、その感染のリスクと重症化を避けるためのことなんですけども、このね糖尿病とね心疾患というところがねキーポイントなんですわ。まあ、簡単に説明しますとですね、糖尿病というのは血液中のブドウ糖の量、まあ、血糖値ですね、それが慢性的に増えて体にさまざまな部分で悪影響が出る病気です。で心疾患というのは心臓に起こる病気の総称でございます。その心疾患のね大部分を占めているのがね、その虚血性心疾患という病気なんですよ。で虚血性心疾患というのはですね、心臓の筋肉、まあ、心筋というのがあるんですけども、そこへ、血液を送る冠動脈のね血流が悪くなって、心筋が酸素不足、栄養不足に陥るものを言います。でこのようにですね、そのこの2つには両方ともね、その血液や血管に関係してくるんですけども、糖尿病も心疾患も血液の流れが悪くなる病気で、それが理由で他の病気になってしまうというね、まあ、要はね病気になる前の病気の総称でございます。そしてそれぞれに共通してですね、血管内に血栓というのができてしまうんです。で血栓というのはですね、血管内にできるコブのことです。血管内にコブができてしまうとですね、その物理的に血流が悪くなります。でそうすると心疾患で説明した通りなんですけどね、まあ、その先にある各臓器、各細胞がね栄養不足、酸素不足になってしまうんです。でそして今回のね新型ウイルスに感染した患者さんの中でですね、重症化してしまった患者さんに共通してたのが血栓がある病気だったんです。すなわちね、糖尿病はね心疾患の患者さんだったんですよ。なので免疫の低下を疑われている、まあ、そのなんつうか65歳以上の方とか、糖尿病や、ね、心疾患、まあ、基礎疾患をお持ちの患者さんは、感染を避けるために、重症化を避けるために、その今回の、ね、GoTo トラベルでの自粛要請の対象になっているということなんですよ。この、ね、糖尿病っていうのも心疾患っていうのも、その、ね、2つの言葉だけではすごい範囲が広いので、まとめずにこう全ての、ね、病名を、ね、バーって、ね、上げていけば、まあ、国民も、ね、納得すると思います。まあ、小池さんもね、あの菅さんもね、もうこう囲み取材っていうんですか、そんなあの、ね、時間帯でね、そこまで長いことね時間をかけてね、その喋るのもね大変やからということはね、まあ、分かってますけども、先ほども説明したようにですね、まあ、これらの病気の人らが感染したらこうなります、まあ、といった理由をねこうさらっと説明したらねいいと思います。まあ、それはねその専門家が代わりに説明するんでしょうし、まあ、困った人はね、まあ、僕のように、ね、ネットを駆使してバーって調べまくるでしょうしね。ほんでそのまあね、あの飲食店さんらに対してもそうですけど、その GoTo イートやトラベルもですね、この一方的に自粛をこうテレビでねわーってこう要請するだけなので、なんかこうね、その要請された側がね納得する内容とかね、こう一言でもねお話ししていただくようなね、そういう態度を示してくれたらいいんですけどもね、というようなねことをね僕は昨日のね、そのお二方の会見でねちょっと思いました。まあ両方ともね、あのそういう具体的な話の中で
ね、やっぱこれは血液の病気が関係してくることやから、これはもう僕がお話しせなあかんやろうと思ってね、今回お話しさせていただきました。そんな感じで今日は以上になります。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。